この愛用しているドクターマーチンをちょっとイメチェンしたいと思います。1000円ぐらいだったんですけども、ただその1000円でめちゃめちゃ印象が変わるんで、もうなんか道が見えてる、こっちの方が絶対かっこいいと思う。はい、ざっくりですけどもできました。どうでしょう、かなり印象が違いますよね。さっきの黒もいいんだけど、この白を見るともう白でいいんじゃないかなって。ご視聴いただきありがとうございます。どうもごちゃんシステです。今回なんですけども、ドクターマーチン、僕が愛用しているブランドです。現状で 4,5 足ぐらい持ってるんですけども、今回はこの愛用しているドクターマーチンをちょっとイメチェンしたいと思います。で、今回使用するアイテムは、まあ、シューレースを、変えるだけです。なので1000円ぐらいだったんですけども、ただその1000円でめちゃめちゃ印象が変わるんで、ぜひとも、最後までご視聴いただけますと幸いです。それではよろしくお願いします。はい、ということで今回はドクターマーチンの動画になります。あんまりドクターマーチンについてお話ししている動画っていうのはないのかなと思うんですけども、めちゃめちゃ愛用してます。まず見てくださいよ、このドクターマーチン。結構履き潰されたドクターマーチンなんですけども、この緑たまんないっすよね。で、ところどころね、ちょっと見えますかね、茶芯が出ていたりとかしてます。このヒールの部分とかもだいぶね、まあ、削れてきていい感じに味が出てきたかなと思います。で、現状、シューレースは黒です。黒なんで、まあ、あのシックで、これはこれでかっこいいのかなと思うんですけども、ただ今回はちょっと気分転換に、靴紐を変えてみたいと思います。結構ね、靴紐を変えるだけでだいぶ印象が変わるんですけども、で、今回、変えるのはこちら、ドクターマーチンのシューレース 140cm のものです。で、これ8ホールなんで、まあ、140cm ぐらいで、ちょうど良いかと思います。はい、それではですね、早速、やっていきたいと思います。はい、それではですね、靴にも変えていきたいと思うんですけども、いやー、結構画面上で見るとかっこいいっすね。まあ、これはこれでかっこいいんで、ちょっとねもったいない気もしがちですけども、まあ、本当にね、靴紐を変えるだけでマジで印象変わる。でも、あ、ちぎっちゃったけど、はい、こんな感じです。結構綺麗な白ですね、いわゆる真っ白。ちゃんとね、こういう金具もついてて、しっかりと、まあ、梱包してくれてる、梱包になるのかな、はい、こういう白です。もうなんか道が見えてる、こっちの方が絶対かっこいいと思う。ぜひともですね、あの皆さん、あのコメントください。じゃあちょっとやっていきますか。いやー、本当にね、たかが1000円なんですけども、それだけでもだいぶ印象は変わります。まずは靴紐ほどきますか。で、結構僕はマーチンに関してはですけども、ストレートレーシングの、結び方で結構履くことが多いです。で、これなんでかっていうと、まあ、マーチンといえばね、1960年代から80年代、ミュージシャンたちが結構な数、着てましたけども、彼らの結び方ってこの横の一文字スタイルだったんですよね。これがね、かっこよくてロックで、まあ、たまにこういう結び方されてる人もいると思うし、また違った結び方されてる方もいらっしゃると思うんですけども、僕はね、結構このストレートイージーのレーシングスタイルが、これが、まあ、マーチンだったら一番いいかなと思います。まあ、本当に好みはあるんですけどね、まあ、どれがいいとかいうわけでもなく、まあ、全部がね、そもそもかっこいいんですけども、やっぱマーチンの良さってね、いろいろあるんで、ちょっとね、またそのマーチンを語る動画というか、まあ、結び方の違いとかいろいろとね、できたらいいなと思うんですけども、とりあえずは今回はめちゃめちゃ緩い動画なんですけど、白紐に変えるという、ここだけちょっとごめんなさい、戻そう一回。で、なんで戻すかというと、今思いついた、黒と白でちょっと見比べてもらおうかな。あー、めんどくせえことした。この段取りの悪さっていうところが、まあ僕らしいところ、完全ミスったわ。よし、まあとりあえず、よっしゃ、できた。そしたら通していきたいと思います。まあ、この通し方についてはちょっとね、また動画でやっていこうと思うんですけども、とりあえず通します。いや、いいんじゃない？なんかだいぶ黒と白で印象が変わりますね。あとで履けばちょっと靴ひもの感じもね、より、ちゃんとするんですけども、まあちょっと今はやべえ、結んでたらピンズ取れた。ピンズじゃねえや、秒。そもそもね、僕が着ているこの秒じゃん、
これを着ながらマーチの靴ひもを直してるってキモいよね。こんだけ革好きやね。あ、ミスった。投げ。ちょっと置いてあるより履いた方がねより綺麗に見えるんですけど、はい、ざっくりですけどもできました。どうでしょう、かなり印象が違いますよね。なんかなんというか、こっちの黒の方がわりかし、まあ、普通というか、これはこれでめちゃめちゃ、シックでかっこいいんだけど、こっちの白になるとよりなんか遊び心が加わったというか、ちょっとポップな印象があるかなと思います。まあそれがね、いいというか、やっぱマーチンってどこか遊び心とかなんかそういうこなれ感とかあった方がよりかっこいいのかなと思うんですけども、したらこっちも変えていきます。いいね。どっちが好きって言われたら僕やっぱ白の方が好きだな。まあ、あとは、履いてみた感じもどうなのかってところも見ていけたらと思います。割とこなれ感出てきた感じですけども、よっしゃ、こっちも黒い方もちょっと変えていきますか。実はね、白い靴ひも前々から買ってたんですけども、ちょっとね靴ひも変えるのめんどくさくてなかなか踏ん切りがつかなかったんですけども、ようやくねやろうという、決意ができまして今に至るわけです。このスタイルかっこいいな。この靴ひもの結び方いいっすね。結構ね、古着とかでマーチンよくありますけども、意外と古着に置いてあるマーチンって靴ひもがね白なことが多い気がする。あとは靴ひもの結び方とか結構好みなんで、結構ぐちゃぐちゃになっちゃった。いいんじゃない、いいんじゃないでしょうか。いやー、これ履いてみてえな。結構コーディネートの時のアクセントにもなると思うんですよね。ごめんなさい、ちょっと履いてないんでなかなか、難しいところではあるんですけども、はい、完成しました。まあ、ここら辺のぐちゃぐちゃはちょっと履くときにしっかりするんで大体の雰囲気見てもらえたらと思うんですけど、どうでしょう、さっきの黒もいいんだけど、この白を見るとうん、もう白でいいんじゃないかなって思いますよね。で、勝手にもうそうだろっていう風な前提で話しちゃってるんですけど、ごめんなさい。皆さんのコメントをぜひともください。ちょっと履いてみましょうか。これかっこいいな、履きてえわ。では完成しました。どうでしょう、めちゃめちゃかっこよくないですか。でちょっとね見比べていただけたらと思いますけども、黒と白で全然違いますけども、はい、それではこちら履いてみました。どうでしょう、今回合わせたのはですねマスコットのめちゃめちゃね、ロックなめっちゃ秒が打ってある革ジャン、これヴィンテージですね。確か60年代か70年代ぐらいの、革ジャンだったかなと思いますけども、それにこの、ドクターマーチンを合わせてみました。やっぱりマーチンと、ロンジャーの相性ってめちゃめちゃいいなと思いますね。プラスでなんかこういうヴィンテージ風の、革ジャンに、まあ、なんか色を入れてあげるとそれはそれでかっこいいなと思います。しかも結構ねこのマーチン履き潰されているので、だいぶねなんかこの革ジャンと親和性があるなと思うんですけども、やっぱね真っ黒にした状態だと、まあ、いい意味で馴染みすぎちゃうんだけど、ただ白にすることによってすごく足元に目が行きますよね。まあもともとねこのなんだろう、ドクターマーチンのカラーリング的に足元に目は行くんですけども、ただ緑と白の相性もめちゃめちゃいいなと思うし、やっぱ白ってね、どこか目を引くというか、でこんないかついね、革ジャンに合わせてるんですけども、やっぱり、なんだろう、それでも足元に目が行くっていうのがこのね靴ひもの、凄さかなと思います、っていうか魅力かなと思います。なので、まあ、本当にたった1000円でね、コーディネートの幅も広がるというか、まあ黒は黒でね全然ありだし、まあ、馴染むんだけど白の方がいい意味でそこまで馴染まないというか、そこもまたいいところかな、と思いますね。やっぱね
足元に目が行くってなかなかね難しいんですよ。しかもこういう革ジャンと合わせると、まあ、結構難しいんですけども、こういう足元で、まあ、差別化を図って、まあ、よりね、服を楽しむってのもすごく、重要なのかなと思うんで、ぜひともですねこれトライしてみていただけたらと思いますけど、いいっすね。何なんだろうね、このうまく言葉に表現することができないのがねちょっともどかしいところではあるんですけども、ただやっぱ感覚的に僕はやっぱ白の方が断然いいなと思いました。でたった1000円でここまで、変わるのであればやっぱり、やるべきかなと思いますし、また気分によって、まあ、靴も変えるってのもすごくありなのかなと思いますし、まあ、いろんなね、楽しみ方がマーチンには、秘められている気はしますね。いやマジでどっちの方がいいかコメントください。僕は断然白派です。はい、ということで今回は以上になりますが、いかがでしょうか。まあ、本当に靴も変えるだけでかなり、印象が変わるのは、まあ、不思議ですよね。で今回緑に白合わせてみましたけども、まあ、もちろん例えば、マーチンで言うとやっぱ黒が、ベーシックかなと思いますけども、黒に、まあ、例えば黄色を合わせたりとか、この白を合わせたりとか、いろいろと靴紐の、カラーリングの種類っていうのがあるので、まあ、一回ねマーチンに行ってみてちょっと合わせてみて、いやどれにしようかなって、悩むのがいいかなと思いますが、僕個人的にはやっぱこの白の方がなんかね大人っぽさもどこかあるんだけど、なんだろうな、大人の遊び心がある感じ、ちょっとねごめん表現が下手すぎて申し訳ないんですけども、なんかねかなりこなれ感が出るのがこの白かなと思います。なので個人的には、まあ、いろんなねカラーリングの、靴ひもありますけども、僕はこの白がおすすめです。はい、ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。こちらの動画が少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。かっこいいな、俺。